藤島神社は、福井県福井市の阿諏訪山にある神社である。旧社格は、別格官兵社。県務中高15社の一社である。南北朝時代の武将、新田義貞を主催神とし、義貞のこの新田義明、新田義沖、新田義宗、弟の脇屋義介及び一族の将兵を廃止する。新田義貞は、延言三年。 東苗寺縄手の合戦で戦死したが、それより、約300年後の明暦年間、同地から農民によって、カブトが発掘され、これが、福井藩の軍学者、茨番江門の官邸の結果、日田義貞のカブトであるとされた。万寿元年、福井藩主、松平光通りは、カブトが発見された場所に、日田義貞選手このところの石踏みを建て、その場所は、 日田塚と呼ばれるようになった。明治3年、福井地範寺、松平重明は、日田塚に祠を建てるが、これが、明治9年、藤島神社と名付けられて、別格官兵舎に列することとなる。明治14年には、福井島木の町に先座し、明治34年5月に現在地に再度先座した。そのため、現在の境内は、 カブトの発見地とされた場所から南へ3キロメートルほど離れている。鉄製銀蔵岩カブと鉄製銀蔵岩カブとは、藤島神社の所蔵品の中でも特に神社の由緒と関連が深く、福井藩主の松平家に献上されてから道家が長く所有することとなったが、明治10年5月に藤島神社に奉納された。明治33年に旧国宝に指定され、 昭和25年の文化財保護法施行後は国の重要文化財となっている。兜鉢は42軒筋兜の形式で表面を錆地に仕上げ、筋の間に30番紙の信号や経文を刻み、通常はト金版板で仕立てる八幡座、篠の水、日垣といった飾り金具も鉄板で作り、はぎ板の表の円をひねり返して巻き込み筋福林に見せた上で、 各所に、唐草分の銀像岩を施すといった、手の込んだ技法で制作されているが、それらの特徴は、蜂の形状などを含め、新田吉定らが活躍した、南北長期を大きく下らねば出現しないものである。また、蜂裏には、元王岩年や、相模国の名があるとされているが、実際には、戦国が不鮮明で解読できず、そもそもカブトバチには途中に潜っていた。 形跡自体が認められない。よって、山上八郎をはじめとするカ冑チ研究者たちは、カ冑チ製作技法の時代変遷や地域ごとの特色をもとに、銅カブトバチは、室町時代に流行した、総福利河小田型筋カブトの形式を継承しつつ、時代に登場する、鉄浴びちごか山型筋カブトへ移行する、カトキの特徴を有する、室町時代番記の作品であると断じ、 戦国時代に小田原の御法上氏に招聘された明珍系統の甲冑師が制作した小田原八と呼ばれる兜の一例と鑑定している。なお、藤島神社にはかつて同兜鉢に取り付けられていたシころと受け針も伝来しており、それらに付属する由緒書,書によれば、兜は神社への奉納前は松平春学が所用した魚林具足に沿っていたが、 玉城としてカブトバチの実が収められることになったため、しころと受け針が外され、カブトバチ奉納の1ヶ月後に、それらも改めて収められたという。ありがとうございます。